こんにちは。今日は掃除機で有名なダイソンというブランドからこちらのストレーナーを手に入れました。でちょっと前にアタッチメント付きのドライヤーを購入してそのレビューをアップしたんですけれども、その後すぐにエアラップを購入したということで、ただでダイソンのオックスフォードストリート店に行くとこう2階に髪をセットアップしてくれるサービスがある、まあ、ちょっとした美容院みたいな場所があるんですけれども、そこでダイソンのプロダクトで髪の毛をセットアップしていただくということが、まあ、ただでしていただけるっていう券をいただいたんですね。その数日後に伺って私のすごい好きな女優さんの写真を見せて、まあ、こういう感じのカールにしたいんですけどやり方を教えてくださいって言ったら、エアラップではできませんって伺いまして、でエアラップではできなくてこのダイソンコラをダイソンのこのストレーナーでできるということを伺いました。で私どうしてもそのちょっと緩い感じのカールっていうかウェーブがすごい好きだったので、どうしてもそのウェーブが欲しいなと思って、で数日考え悩み結局購入することにしました。でお値段結構高いんですけど、この商品のいいところっていうのが普通のストレーナーよりも髪のダメージが少ないっていうんですね。それでは早速こちらの方開封していきたいと思います。パッケージはこんな感じですね。縦長です。で横にこういう風に解説がしてあります。これが中身の機構になってますね。こちらどういうものかっていうのがスクリーンだとかセット付きですとか、まあ、これ一応ギフトエディションだそうです。まあ、買う時にこれしか選べなかったので他に何のエディションがあるのかよくわからないですけど、でこちらギフトエディションの説明ですね。はい、じゃあ開けていきたいと思います。エアラップの方はすごいしっかりとしたレザーの箱なんかがついてきたんですけど、今回のそういうものはついてこないそうです。はい、こんな感じで2パートに分かれていますね。多分こっちの上側にあるのはギフトエディションに付属でついてくる櫛とかなんじゃないかなと思います。きっとそうですね。はい、こんな感じでブラシと櫛がセットでついてきます。よいしょ。機構が図面が入ってました。中身はなっておりました。こんな風にね、中身なんていうんだろう、この可愛いですね。これ多分黒とピンク色の種類の紫とピンクのがあったんですけど、紫ちょっとどぎつすぎたのでおそらくこれが、本物の中身です。この下には何が入ってるんでしょう。あれ、なんかこの黒い箱をどかす。あ、下にはこんな風なスタンドですね。充電する時のスタンドがこう黒い紙の下に入ってました。でその下にはおそらくケーブルとかが入っているのかな。あ、これが最後でした。その下の方には、あ、壊れちゃいそうだ。あ、充電のセットが入ってます。こちらの方を開けていきたいと思います。わあ、かわいい。こんな風にちょっとおしゃれな感じの黒いバッグに入ってやってきました。でバッテリーのフライトレディタッグみたいなのもついてるそうで、すごいですね。本当にポータブルなんですね。持ち歩ける、飛行機とかにも乗れるように。はい、こんな風に開きます。あ、これがフライトレディタグですね。はい、こんな風に出てきました。これが本体です。こんな風になっております。こんな感じです。すごいおしゃれです。
これを押すとこうアンロックされるようですね。こちらのフライトレディタグ、フライト用のタグのこの下の黒い取り外して、でこれをこのままここに入れてくださいということです。はい、入れました。ちょっと緊張しましたけど、これで多分大丈夫だと思います。そしたらですね、今度はこの一緒についてきたこのケーブルで充電をしようと思います。じゃあこのコンセントを入れますね。それでですね、あ、面白い、このコンセントのプラグがこんな風になってます。ちょっと普通と違います。あ、音がした。これで今見えますか、充電されてみたいです。こちらの付属で付いてきたこのケースで、中を充電の台をセットアップしたいと思います。まずこの下のピンク色の台を取り出していきます。吸い付きますね、なんか床に立って重く、なんか持ち上げるのがすごい大変です。でこちらのこれをこれに向かってこう、この円がこの丸い方に向かうようにして差し込むそうなんですけれども、あ、差し込めました。この充電器を今度こっちに、こっちにも同じコンセントがあるのでここにつけます。この後ろですね、今度はこちらのこの部分につくことができるんですね。充電が始まりましたよっていうふうに今みたいな効果音が上がります。それで充電中ってことが分かります。充電はだいたいこんぐらいあります。で電源を入れるにはこの電源ボタンですね、上から3番目のボタンを1秒以上します。長押ししないとこういうふうに充電マークが出るんですけど、長押しすると電源が入るので、こういうふうに指のマークが出てプラス押してねっていうのが出てきます。これはこの温度を設定してくださいということなので、一番上にあるプラスボタンで温度の調整をします。そうすると今一番高い210度になってますね。これマイナスボタンを押すとこういう風に165度、185度、210度っていう風に設定できるようになってます。で今結構冷たいのでこの台の上に置くと210度になるまで温めていますっていう風に待機状態になります。これしばらく待っていると今185まで来ました。わかりますか？この太い線の部分がどんどん上がっていって、もうすぐ210になります。で、210になるとこういうふうに OK マークがつきますね。そうしたら210度で使えますよっていうことです。なので使えます。で、充電はこの充電マークがあるだけ、だいたい6、7割ですかね、充電されてるってことです。もし充電が足りなかったら、この後ろのコネクタをこの下につけて充電しながらケーブル付きで使うことができます。それではこちらの温度210度の設定の方が完了しましたので、今から巻いていきたいと思います。半分に、で右半分とりあえず軽く、ちょっと邪魔なので軽く止めておきます。上の半分だけ、髪の毛ちょっとピンがないのでこのゴムでまとめておきます。そしたらじゃあこれをまずこの2束を巻いていきたいと思います。このこっち側の手前からいきます。そしたらですね、こちらの方で押さえてこう内巻きにクリップします。そうすると
毛の反対側が出てくるんですね。そしたらあんまり強く握らずに、握らずにこうゆっくり下に向かって取っていきます。で、だいたい先の方まで来たら離す。で、するとこういう風に綺麗に跡がつきます。2回目の2束目を取ります。くるくると跡がつきました。こっち側ちょっと冷ましてるので、こっち側やりたいと思います。そうするとこれだけ出てきたので、この半分にして手前の方からやっていきたいと思います。上の方を掴んでくるっと巻いて、反対側から尻尾を出した状態で両手でこう太さを調整しながら、で下まで来たらくるっと戻す。回すとこんな風に巻きができます。こうして内巻きにくるっと巻いて、尻尾が出てきたら下まで持ってきて最後に取り外します。こんな感じです。そうしましたら今度はこっち側がちょっと冷めてきたので、こっち側のゴムを取ります。そしたらじゃあこれも2個ぐらいに分けて前からやっていきたいと思います。はい、上の方を掴んでくるくるっと巻いて、手前に尻尾を出して、で両手で軽く押さえながら下までスーッと移動させていきます。一番下まで行ったら取ってあげる。分かりました。で両手の調整、プレッシャーを調整しながら下まで、ちょっと最後に一番下まで行ったらちょっと失敗しました。まあまあまあいいか。今度は左側を乾かしている間に右側の束を取って、したらくるっと回して、尻尾を出して、尻尾がちゃんと挟まれていることを確認しながら両手で厚さを、圧力を調整しつつ下まで持っていって、くるっと回して、尻尾が出てきたら尻尾がちゃんと噛まれていることを確認して、両手で強さを調整しながら下まで引っ張り、だいたい一番下まで行ったら取る。こんな感じです。いい感じです。できました。そしたら今度は上を全部やっていきたいと思います。はい、くるっと回して
そうしましたら終わりました。でちょっとこう熱がまだ抜けきるまで冷めるまでちょっと待った方が、あったかいままこうバラしてしまうとすぐ取れてしまったりしそうな気がしたのでちょっと冷ましてます。で、まあ、こっち側はだいぶ冷めたのでまあ軽く手で軽くほぐして、ちょっとここの手前のとこかけすぎたかな。こんな感じになります。はい。こんな感じです。後ろの方がこんな感じになってます。それではですね、髪の毛の方をこちらのダイソンコラーレと比較するためにこのダイソンエアラップで巻いてみました。で、巻きはこの 40mm のロットの方を使いました。こちらの方をやっぱり結構下の方にカールが溜まるっていうのと、髪の中間にコラーレほどウェブがつかないっていうのが1点と、雰囲気的に割とクラシックというかお上品な感じで、こうコラーレの方はもう少し活発な元気な感じになるかなと思います。あともう一つがツヤみたいなのはすごいコラーレよりもこっちの方が出るなって思いました。はい、今からこのコラーレで巻いたウェーブの時とこのダイソンエアラップで巻いたウェーブを比較動画を流すのでご覧になって比べていただけると幸いです。ということで、ダイソンのコラーレとダイソンのエアラップの髪の毛のウェーブの比較動画を紹介したんですけれども、どうでしたでしょうか。私自身ドライヤーがなかったのでドライヤーを買わなきゃということで最初ダイソンのドライヤーを買おうと思ったんですけれども、そんな中でカールも作れるんだったらエアラップ買おうって思って、ただエアラップ買った時にこのコラーレでできるカーブの違いっていうのをあんまり把握していなかったんですね。でなかなかそれって店頭でもこううまく説明してもらえなくて、実際に買ってプロの方にタダでセットアップしてもらえる機会があって、その時に初めてこの商品コラーレじゃないとできないんだってことに気づいて再購入したっていう、ちょっといろいろとこう試行錯誤をたどったので、動画を通して私は髪の毛のセットアップ普段全然しなかったので全然下手くそなんですけれども、それでも下手くそな私が初めて使ってみてエアラップとコラーレの違いっていうのを、まあ、動画とかで見て分かっていただけたらありがたいです。ここで簡単にコラーレとエアラップのプロコンというか、いい部分と悪い部分っていうのを私なりにまとめてみました。1つ目はもちろんウェーブの違いですね。今やったのがコラーレっていうので作った大きくウェーブを作ることができます。一本一本をこうパラパラと作ったりとか、下の方を結構まっすぐな状態にして中くらいの部分をウェーブするってことがコラーレだとできます。でこっちのエアラップだとくるくるくるって一番下の毛の先端から巻くので、どうしても一番下の方がくるくるってなって、割とこうカール全体が中心というよりも下の方にこう溜まる渦巻きのようなカーブになりがちだなと思いました。私的にはコラーレはなんかこうお出かけというか、まあ、普段のこう外とかリゾート地とかに行くような感じで、エアラップはもうちょっとこうなんかロイヤルファミリーとかがやってるような髪型、ちょっとこうなんか気になる感じ、ちょっとこうクラシックな感じとこっちのエアラップかなっていうのが個人的な感想です。なので作れるウェーブのスタイルが全然違うってことが第一です。第二はかかる時間ですね。でこっちのコラーレは結構時間かかります。でやり方も割と難しいので、髪の毛をこうブロックにちゃんと束ねて分けて自分で自分の髪の毛やる場合はしっかりこうピンとかで留めて一個一個束を集中してやらなくてはいけないので時間が結構かかります。なので朝起きてパパパパッとできるような感じではないかな。まあそんな1時間とかかかんないですけど、まあ、何十分かはちょっとかかります。何十分もかかんないかもしれないですけど、まあそれなりにものすごい気軽にできるかっていうと、全部の髪をウェーブにしようと思ったらそれなりに時間かかります。もともと癖でウェーブがあるのにこう部分的にウェーブを加えるとかだったらすぐで、逆にこっちのエアラップの方は全部を丁寧に一個一個巻いてっても結構すぐできます。10分とかで終わると思います。
で慣れればもちろん早いんですけど、慣れるのも結構簡単に、初心者でも結構簡単に習得できます。なので時間が、ホラーレの方はすごい時間かかって、エアーラップの方が早いっていうのが第2です。第3のポイントは第2でもお伝えしたんですけど、ホラーレは初心者の人がやるとかなり無理があります。なので 2,3 回練習したりとか、やり方をちゃんと習得した上でウェーブを作らないといけないです。だけどエアーラップの方はものすごく初心者でも 1,2 回やれば結構すぐに習得できる感はあります。もちろんちょっと練習はしなきゃいけないんですけど、1回使ってみれば分かるんですけど、この吸引っていうのが巻いたりする行為を助けてくれるので、すごくやりやすいのはあからさまにエアラップの方がコラーレよりはやりやすいです。第4点としては、コラーレの方は飛行機とかにも持ち込めたりとか、ケーブルが取り外せるので充電してバッグに入れて、例えばお出かけ先に持ってったりとか、旅行先に持ってったりすることができます。で飛行機に乗るときは、この飛行機のタグの部分をこう紐がついてるので、ここを引っ張るとバッテリーが外されて飛行機に乗っても危なくないっていうセーフティーみたいなのもついてます。で充電器もちゃんと充電用のこうバッグもついてるので、割と手軽に持ち歩けるっていうのがすごくいいなと思います。その逆にエアラップの方は、まあ、このパーツが、そうですね、2個、絶対1つに対してこのカールの場合は2個ついてくるので、それもあるっていうことで、なかなか物的にも大きくなるし、あとケーブルがあるので家にあるっていう感じなんですけど、あんまりこうバッグに入れて持ち歩くって感じではないです。なので手軽さについてはコラーレの方が持ち歩き用にデザインされていて、エアラップの方は家に持ってるよっていう感じですね。第5点としては、髪へのダメージですね。コラーレの方は従来のストレーナーよりもダメージがないようにできています。それは何でかっていうと、ここにある銅のプレートがこう柔らかく動くようになってるんですね。ここに髪の毛が挟まると若干銅板がこうしなってるんですね。こういう風に銅板がしなってます。このようにしなることによって、まず髪をこう引っ張るときに髪をこう中心に集められるんですね。でそういうことで、こう普通だとこうガーって広がっちゃうのが中心によるので、1回でストレートにまっすぐにできたりとかして、効率の良さによって回数が減るってことで、熱による髪へのダメージが少ないっていうことが売り文句として言われています。普通のストレーナーの熱の2分の1の厚さでこれはストレーナーとして使えるそうなので、ダメージもだいたい2分の1になるんじゃないかなと思っています。エアーラップの方なんですけど、エアーラップは吸引力が助けることで熱を少なくして髪の毛をカールすることができるんですね。なので普通のコテとかを使うよりも全然ダメージが少なくて、毎日使っても髪が傷まないっていう風に言われています。なので髪へのダメージとしてはエアーラップの方が全然軽くて本当に毎日使えるものなんですけど、コラーレの方は毎日は使えないかなって思ってます。たまに使うぐらいだけど、毎日使ったら多分髪の毛すごい傷んじゃうと思います。なので普段結構毎日カールしたいなって場合はエアラップを結構使って、ところどころでコラーレを使うっていうのが、まあ、時間的にもこっち毎日早くできて、でこっちはたまにちょっと時間かけてしっかりカールさせるっていう風な感じかなと思います。それ以外のもう一つの点としては、コラーレの方っていうのはこの巻いた大きさっていうのが40ミリ言われていて、つまり40ミリの太さでしか巻くことができないんですね。ですけどこっちのエアラップの方は、私が買った中でも20ミリ30ミリ40ミリっていうので、20ミリが一番細かいやつ で40ミリがコラーレと同じで、その20ミリと40ミリの間の30ミリっていうのもあります。その違いっていうのは別の動画を作ったので、それで見ていただきたいです。この40ミリ以上にもっと大きいのもあって、こうブラシサイズのやつとか、ただストレートにするブラシ用のとか何種類かあるので、つまりバリエーションが、コラーレの場合はウェーブは1パターンしかできなくて、それかストレートにするっていうことしかできないんですけど、こっちのエアラップの方はいろんな太さだったりとか、あとストレートとかこう軽くカーブするとか、そういうこともすごいできるので、そういう意味ではすごくバリエーションはこっちの方が高いかなと思います。ダイソンのコラーレとエアラップのプロコン、いい部分と悪い部分比較でした。ということで今日はダイソンのコラーレストレーナーの開封と、それでこうカーブを作るっていう実践、あとそれでできたウェーブと、ダイソンのエアラップって別のプロダクトでできたウェーブの違いと、プロコン比較の動画をお送りしました。このチャンネルではこのように私が建築家としていいなと思っているインテリアだったりとか、ガジェットだったりとか、ツールなんかをところどころで紹介したりレビューしたりしています。今日の動画が面白かったなって方は、ぜひサムズアップをくださると嬉しいです。また今日見てまたこういうの見たいなって方がいらっしゃったら、お知らせが行くのでサブスクライブしていただけると
とっても嬉しいです。では今日は長々と動画の方をご視聴どうもありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあねー。